はい、どうもサロッチでございます。本日はですね、大阪府は大阪市、本町にはございますですね、アジベイさんに、来させていただいてます。こちらの、ね、お店知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、竹焼翔くんがですね、紹介して、多分有名になったのかな。その前からでも結構有名みたいなんですけども、なんとですねカツ丼を10秒以内で提供するというお店、なので、ちょっと私ですね最速退店仕掛けてみたいと思います。それでは行ってみましょう。すいません、どうも。すいません、今日よろしくお願いします。今日なんですけど、はい、私最速退店っていうやつをやらせていただきますので、はい、食べてすぐバッて1回出るんですけど、はい、また最後機材とか置いてまた入ってきますんで、はい、すいませんが、じゃこれからスタートしますんで、はい、すいません、よろしくお願いします。今企画説明したのは、動画の中で企画説明したのはちょっとね、僕今日いたずらしてみようと思ってます。なんでね、ちょっと最後までご視聴よろしくお願いいたします。じゃあ行きます。本当に10秒で出てくるのかな。行きますよ。よーい、はい。じゃあすいません、カツ丼をください。おい、早っ。しかもいただきます。めっちゃ早っ。こうだな。うまっ。これ早くできないっすね。あっくん、なんでこんなにすっかり早く、こんな早くできるの。うん、あった。揚げたてのカツだから卵で閉じてるんで、よく抜きあった。すごい、卵もトロトロで。すみません、ごちそうさまです。すみません、じゃあお会計お願いします。600円になります。はい、あ、じゃあこれでお願いします。はい、すみません、ありがとうございます。ごちそうさまでした。これ無理だ、これは無理。熱すぎる。あんな早くカツ丼って出てくんの？
といつもならここで終わるんですが、この後ですね、機材を取りに帰るのと最後の挨拶していつも帰るんですけど、こちらのお店なんと天丼も同じぐらいのスピードで出てくるらしいんで、唐突にですね天丼も頼んでやろうと。本当にその時間出てくるのか。じゃあ早速行きましょう。すいません、ありがとうございました。いやすごかったですね。いやいやいや、もう暑くて全然できませんでした。はい、あの一応これで、はい、あれなんで、機材、はい、あの回収して終わりにしたいと思いますんで、はい、それで、はい、天丼を一つ、はい、対応早っ、驚かないんだ驚かないんだ、すげえ。じゃねー、やばいやばい、いただきます。うん、あれ揚げたて、はい、そうです。なんで、あ、うん、味もしっかりついてうまいんだけど、早くいただきな。こんなしっかりしてんの、すいません、ごちそうさまでした。すいません、ごめんなさい。はい、じゃあこれでお願いします。はい、はい、いや、つうかさ、驚かねえ驚かねえんだ。落ち着いて対応された。いやだけどね、カツ丼も天丼もね、まずめっちゃしっかりしてる。みんなもね、ご飯はゆっくりゆっくり食べましょうね。はい、というわけで、サノチでした。ちょ、バイバイ、お疲れ。いやー、あっつ。